はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日の動画はちょっと特別で、告知動画になります。僕サブチャンネルでこの間、SCAJ2019 っていうね、今月か東京ビッグサイトで行われる、日本一のコーヒーの祭典に、ちょっと一般というか普通に参加しますよって、遊びに行きますよっていうね動画を出したんですけれども、ちょっとそれが進展しまして、刈田さんですね、以前僕がショールームにお邪魔した刈田さんの、ブリューバーというですね、ウェーブドリッパー、刈田のウェーブドリッパーを使ってコーヒーを入れるブースがあるんですけれども、そこで、ちょっとコーヒーを入れさせてもらえることになりまして、はい、一般枠として、最終日ですね、午前中の1時間、まあ、どこかで、コーヒーをね入れることになったんで、その告知というか、別にねお金取ってコーヒー販売するとかそういうんじゃなくて、コーヒーを入れてもいいですよっていうブースがあるんで、そこで1時間予約させていただいて、そこで僕が豆をね持ち込んで、ウェーブドリッパーを使って、ちょっとコーヒーを入れますという、はい、お話でございます。一応試飲の許可は取ってあるので、もし、来ていただければ、僕がその場で、1時間コーヒー入れてるんで、飲んでいただくことができるかなと思います。いらっしゃる人数とかによって、その状況によって全然変わると思うんで、詳しいことは何とも言えないんですけれども、であと一応時間がねまだ未定なんで、あと数日ある中で、ツイッターか何かでね、変更点など告知してさせていただくことになると思いますが、もしよろしければね、SCAJ スペシャルティーコーヒーアソシエーションオブジャパン2019、東京ビッグサイトで、9月の11、12、13ある中の13日、もし来れる方もしよろしければちょっと刈田さんのねブース、午前中ちょっと覗いていただけると僕が多分いると思います。もしよろしければ寄っててください。本当どうなるか分かんないんですけどね。この間ショールームにお邪魔した時に、そのような話をさせていただいて、本決まりになったんですけれども、SCAJ といえばね、僕4年くらい前かな、一度、告知 SCAJ 自体の告知をさせていただいたのと、そのご縁で、ちょっと遊びに行かせていただいたんですけれども、それ以来ということで本当に久しぶりに行けます。一応2日目と3日目両方行くつもりではあるんですけれども、ちょっとそれ以外にもね、取材とかいくつか予定が入っているので、ずっといることはないと思いますが、もしよろしければ見かけたら声かけていただけると嬉しいです。何せ日本一のコーヒーの祭典ですからね、本当に行くだけでも本当楽しいですし、ちょっと入場料かかるんですけど、招待状とかがないと、それを補って甘えあるというか、すごく、コーヒー好きとしてはね本当に幸せな空間なんで1日入れると思います。新しい商品とかもいっぱいあると思うし、コーヒーの企業さんとか、あと大会とかもやってるしね、で、コーヒー飲めるブースとかもたくさんあるし、僕は一般枠ですけれども、プロの、方がサイフォンとか使ったりドリップとかいろいろコーヒー入れてくれるんで楽しめると思います。はい、というわけで、じゃあ今日のカズマックスの、コーヒーワールド、今日は SCAJ2019 に今僕がちょっといますというお話でございました。はい、もしよろしければ寄っててください。それではまた次回お会いしましょう。じゃあね。